ティム・マクドナルドはアメリカ NFL のプロアメリカンフットボール選手でポジションはセーフティカリフォルニア州出身。高校時代はセーフティとクォーターバックとしてプレーした。名門南カリフォルニア大学に進学した彼は3年間先発出場し325タックル、11インパーセプトを挙げた。4年時の1986年には USC 出身のセーフティ デニス・サーマン、ロニー・ロット、デニス・スミス、ジョーイ・ブラウナー、マーク・キャリアーと同様にオール・アメリカンに選ばれた。同年新設されたジム・ソープ賞の最終候補となった。1986年のベーラー大学戦では99ヤードのリターン TD を挙げている。オール・アメリカンにも2度選出された。1999年にはセーフティでは6人しかいない。 ウォルター・キャンプ20世紀チームに選ばれた。1987年の東西対抗試合では最優秀守備選手に選ばれた。1987年の NFL ドラフト二巡でセントルイス・カージナルスに指名されて入団した。NFL ドラフト前のスカウトコンバインで40ヤード走の記録が悪かったためプロでの活躍を危ぶむ声もあった。2年目の1988年から 先発 SS となった。3年目となる1989年のプロボール出場で一流選手の仲間入りを果たした。1988年から1992年までの5年間で20インターセプト、6ファンブルフォース、1989年は7インターセプトを挙げた。その後、1992年には NFL を独占禁止法で訴追した。 NFL 選手団の一人となったが、NFL は、この裁判で敗訴となる。この裁判結果は、当時、トップ選手が自由意志で球団を移籍できなかった、NFL にフリーエージェント制度を導入させる、決定的要因となった。このフリーエージェント制度が、翌1993年に導入されると、その恩恵に自ら欲すべく、同年4月7日に、 サンフランシスコ4 9ナーズと契約し、移籍した。移籍後も、新天地で順調に、選手生活を送り、第29回スーパーボールで優勝、プロボール選出3回を数え、90年代の4 9ナーズを象徴する選手の一人となった。その後、4 9ナーズの弱体化による、チーム再編に伴い2000年オフに引退。 引退後は飲食店などを経営していたが、2002年に母校であるカリフォルニア州フレズノのエジソン高校のヘッドコーチに就任した。2010年にエジソン高校を離れたが、2011年に復帰した。2012年フレズノ州立大学のセカンダリーコーチに就任した。2013年ニューヨークジェッツのレックス・ライアンヘッドコーチの下で DB コーチに就任。 ライアンが、バッファロービルズヘッドコーチとなった2015年から2年間は、ビルズの DB コーチも務めた。息子の TJ マクドナルドも USC に進学し、セーフティを務めている。ありがとうございます。